はい、皆さんこんにちは。ゆうカフェのゆかです。今日はこのちょっと動画に出てくる長靴下のピッピのメイクアップをしてみたいと思います。ハッピーハロウィーン everyone。 それでは早速見ていきましょう。レッツゴー。ピピの肌を見るとすごい自然なその肌感が出てほしいので、あんまりこう顔が悪くなるファンデーションとかっていうのはピピのメイクに合わないかなと思って、このRMKのはカバ力はねそこまでないんだけど、すごい自然な肌をこう表現してくれるのでこれを使ったのと、だけどこうやっぱり海外のこう特有のあの色素ない色素薄い感を出していきたいので、この緑のコンシーラーを鼻の横というかこの辺、この三角ゾーンにつけていきます。そうするとこうちょっと透明感のあるお肌になります。まぶたのところにこのイニスフリーのスマートドローインカラーコレクティング03番のお色をまぶたのところに塗っていきます。あとはここの辺とかにものせていきます。そうするとちょっとおでこが丸いような感じに見える効果があります。こんな感じ。じゃあ次に眉毛を塗っていきます。このファシオのチップトーリックパウダーアイブロウ BR301 の色、これを使って、ピピの眉毛がね結構ここがこうカンって三角になってるので、ただすごく無造作な感じで描いた方がピピっぽいと思うので、ちょっとだけここをこう尖らしてあげるだけでいいかなと思います。私今実はすっごい眉毛ボーボーなんだけどピピメイクやるっていうのでちょっとちょうどよかったかなと思って、まだ剃るのサボってます。はい、そしたらピピはね結構赤毛なので、この赤目のこれはマスカラなんだけど、眉にも使えるツーウェイタイプのツーウェイアイカラーマスカラのものを使っていきます。前にこれはドンキで買ったかな、を眉毛の色を変えていきます。そしたらね、あのちょっとコントーリングというか日焼けしたちょっとピピっぽい肌を出していきたいので、まずはこのイニスフリーのフェイスシマリングデュオの1番のシェーディングするお色を大きな筆に取ったら、まずはおでこのところとか、あとは顔の横とか自然にシェーディングしていきます。そしたらね、もうちょっとこう日焼けした、なんだろう、クレドポーのチークなんですけど、すいません、これ入れ替え用で持ってるものね。これとさっきのフェイスシマリングデュオのここの色を混ぜていきます。この辺とか頬の部分まで、おでこも結構自然な日焼け肌っぽい感じになりました。そしたらね、ちっちゃめのブラシを使ってシェーディングしていきます。このアイホールのところから始まった、なんていうのかな、鼻の付け根とか、あとは鼻脇、それでさっきみたいにこのチークカラーとここのこの色を混ぜて鼻先をコントーリングしていきます。鼻先からこの辺にかけて全体的にちょっとベース敷いてあげるような感じかな、こんな感じにします。そしたら、ハイライターはこのビームスティック 3C のブライトビームスティックを使っていきます。ちょっと若く見えるような感じでこの辺とかにボリュームを出していきます。ア
イメイクにしようかな。アイメイクはね、このピアの、モテ魅力07番のアイシャドウを目全体につけていきます。さっきねちょっとシェーディングした、そのなんていうのかな、シェードが入ってるので、これはアイホール全体にまんべんなく塗っていきます。こんな感じで、そうしたら少しだけこの 3CE のヨークマットタイプのヨルク、ヨークっていう色を、これは発色が結構いいので、ちょっと皮膚の黄ばんだ感じというかっていうのを出していきたいので、この辺に薄く塗っていきます。自然な色素沈着的なのを出していきたいので、この辺にも塗っていきます。こんな感じ。そしたらね、そばかすっていうのをつけていきたいんですけども、その前にちょっとオレンジ系のチークでベースのお色味を塗っていきます。スキンフードのセンゴアイルチャッチュブラッシュ2番のアクティブキャロットのお色を使っていきます。振ったらに、マニキュアみたいになってるので、これを結構多めにこういう風に塗っていきます。ここも塗ろうかな。そしたらさっきのスポンジで、こういう感じでベースを作ったら、このね多分100均で買ったオリーブファームっていう黒ペンシルなんだけど、これがすごくこの芯の部分が柔らかくて描きやすいので、これでそばかすっていうのをつけていこうと思います。それではちょっと集中してつけていくよ。で、そばかすっていうとここだけを想像するんだけど、本当にねそばかすがある人を見てみると、顔全体にいろんなところにそばかすができていたりするので、そういう自然な可愛いそばかすっていうのを表現していこうと思います。アイミミのアイマイライナーっていうのも混ぜて描いていこうと思います。そしたら最後に、オレンジ系のリップっていうのをやっていこうと思うんですけども、最初にねこのさっきのチークを唇のベースにしちゃおうかなと思います。このベースで敷いたら、このヘリペラの7番のナニメテンっていうお色を使っていきます。ここでちょっと 3CE のワーメンシルしたら、最後にアリタウムのカラーティント、カラーライフティント03のお色を真ん中にのせていきます。指でちょっと唇を一回り大きくするような感じでぼかしながらのせていきます。アイメイクは本当に何にもやってないんだけど、アイシャドウだけ、このピグメント、スパークリングピグメント 3CE のやつをところどころにね置いていきたいと思います。この唇の真ん中と、あとこのまぶたのところに、はい。それではちょっと着替えてカラコンとかもして髪も整えてきます。Yes, I'm single. Oh, we want to mingle, and my friends are on the way. You got that good, good vibe. I want to spend some time back here with you. Oh, whoa. I got that good old times. You want to spend some time back here with you. Hi, 皆さん、それでは最後まで楽しんでいただけたでしょうか。
まあちょっとギリギリのハロウィンメイクだったんですけど、長靴、長靴下のピッピっていう、まあ、日本の皆さん有名か私も分かんなかったんですけど、韓国でも結構人気だし、すごい昔のアメリカのアニメから来てるのかな、童話みたいな感じで、赤毛のアン的なそばかすの可愛い女の子の話なんですけど、それの主人公メイクをしてみました。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラム、ツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。アンニョン。はい、それではちょっとね、スンちゃんにも同じこのピッピのメイク、赤毛のアン的なメイクをしてみたいと思うので、2人でピッピになろうと思います。それではスンちゃん呼んできます。